挨拶しようとしてちょっとカメラを整えていたら何かが飛んできた。そしてノーエイム。君はこれで頭だけ派手にさせて精神力から奪っていく。二つ。はいどうも、ネクロスです。さあね、今回もブレワイ旗物語編やっていきましょう。前回 DLC 装備を大量に集めたところからなんですけれども、まだ実はミニチャレンジラスト一つ残ってまして、こちら、コラボゼノブレイド2ということで、最も大きな橋の中央から南の夜空、ドクロの左目から東の夜空、貫かれた高き雪山の山頂から、南東の夜空、夜空を見上げて赤い流れ星を見つけよう。見つけていない星はあと3つだということで、1個も見つけておりません。実はというか、ブレス・オブ・ザ・ワイルドのコラボとしては、もうゼノブレイドが最初で最後になったね。まあ他作品としては、モンスターハンターダブルクロスとか、あとはスマブラとかもね、リンクくんは出てるけど、ブレス・オブ・ザ・ワイルドのリンクくんは出てるけど、そのブレス・オブ・ザ・ワイルドに追加されたコラボ要素的なものは、ゼノブレイドが最初で最後やね。そしてフロドラさんも飛んでるけど、まずは夜空にしないといけないということで、ちょうど剣もぶっ壊れたし、武器チェンジして、薪の束で、夜にしよっか。薪の束いくつあるかね ?82 個もありました。てか、巨大なコアが、4つも余ってるから、ちょっと古代武器作りに行くか。古代兵装剣はすごい耐久値が高くて、長持ちするんで。そしてコロちゃんがいました。コロちゃんコロ軍の実10個目。さあ、そしたら最も大きな橋の中央から南の夜空、南はこっち、サウス、テラのサウス、東京リベンジャーズ、あった。すごい隕石。うわ、綺麗。しかもこの赤い彗星。まさにシャー。うわ、これ、このエフェクトというかさ、この宝箱も、このコラボでしかないからね。もうちょっと、こういう要素追加しても面白そうかなとは思うけど、サルベージャーメット、コラボゼノブレイド2、雲海に沈むお宝を集めて暮らす少年の必需品。ちゃんと言えた、必需品。簡単には手に入らない貴重な品だ。まあ、ゼノブレイド2はやったことないのでよくわからん。そしたら、冒険手帳の、続いて、ドクロの左目から、東の夜空。左目。ドクロといえばここ。で、ドクロね、左ということで、ここに行く人ね、過去のネクロスみたいに、ここに行く人多いと思うんですけど、左目はこっちなんでね。東の夜空。東。お!キュンっていうちっちゃい音が鳴るね。これはイヤホンやヘッドホンつけてる人じゃないとわからない音。スピーカーじゃ聞き取れない。ドカーン。てか、ドカーンの音が岩を砕いた音と一緒っていうね。そしてファイヤーキースに、火炎の剣はちゃんと通るのかダメージ。これはあえて食らった。なぜかというと、ダルキルさんを使いたくなかったから。なんかダルキルは外しておくか。普段もね、ダルキル外してるから。なぜ外してるかというと、まあ、3回ね、ダメージを無効にできるっていうのはなかなか強い過去ではあるけど、一つ使うとひび割れてしまうし、ちょっとね、気にしちゃうよね、一個潰れると。で、そのために潰れないように立ち回らないといけなくて、ちょっとね、ストレスなんで、サルベージャー棒で、ダルキレさんは外しておきましょう。少し噛んだと思うのは気のせいで、そこから、ラスト、ヘブラ地方行くか。ヘブラ地方にもミニチャレンジあるし、ゼノブレイド2のコラボも、こっちのヘブラ地方の一番山頂から見下ろさないと、最後の宝箱降ってこないので、どちらにせよ、来る必要がある。さあ、そしたらまずは塔を解放したい。あれはガチゴチロックくんじゃないの?やっぱりね、ガチゴチマグロックくん。やっていこう。このガチロックくんはね、結構強くて、体触れちゃうとね、凍っちゃうけど、そういう時の残土の冠。これ凍結無効なんで、っていうことは、これ触れても大丈夫?あ、触れても大丈夫、すごい。ほら、凍らね。攻撃力アップこそつかないけど、すげえ。
巨漢砕き、いや岩砕き、行くぜ。おお、これがガチロックの成功法の戦い方か。攻撃力アップこそつかないが、火力も全然ね大丈夫でしょう。岩砕きとか巨岩砕きがあればね。そして宝石が美味しい。意外とザンドの兜いいかもしれん。ただ DLC 装備ということで大妖精の強化ができないので、まあ防御力3っていうのは低いけど、まあ 1V だけなんで、それ以外の防御力を上げていれば大丈夫でしょう。上げてないけどね。そして右側のバフすごいことになってる。4つも出てるぞ。ん、コロコロちゃんかな。こんな寒いところにも出張ご苦労様です。コルグの実11個目。雪山はちょっと噛んだ。雪山は夜でも結構明るいね。で、塔が見当たらん。ここの塔ってどこにあったっけ。確か下がすごい凍ってた塔なった気がする。で、赤色のピンがあそこに刺してる。あ、これリトの村のミニチャレンジであったね。行ってみるか。すごい夜行石。ただ夜行石のヨーロック君はいない。不在、不在届け。おっと、普通に宝箱ある。これはミミックと見たよ。ミミック、ミミック、ミミミック。炎の矢、つまりファイヤー。やっぱこの絵の意味は引き絞る速度がすんごい速いんで、なかなか扱いやすくて好き。まっすぐ飛んでくれるしね。そしてこれはすごい怪しい、まあ、こういう場合はもういらない三連弓。どうせ五連弓が出た場合に捨てられる三連弓から使っていく。炎の矢がね、なんか燃えてる。炎の矢がちょっとね少ないから、神エイムを見せていく。炎の矢が少ないからあんまり無駄遣いはしたくないが、中からなぜかモリちゃん、イエス。宝石がなかなかに美味しい。もしかしたら炎の矢が、ここに武器があったのか。もしかしたら炎の矢が一番ゲットしづらい弓かもね。まあ、古代兵装弓を除いてね。古代兵装弓はそれはもちろん一番入手しにくいけど、それを除くとね、偏りがすごいもんだって。電気の矢が一番出やすいでしょ。その次に爆弾矢と氷の矢が同率ぐらい。それかもしかしたら木の矢も同率ぐらいかもしれないけど、木の矢は使いすぎているのか。150本。で、一番少ないのが炎の矢。もうちょっと、炎の矢が乱獲できる場所があればいいけど。一応この今来てるヘブラ地方に炎の矢を、この辺やね、この辺。炎の矢を大量に落とすライネル君が一匹いるので、そこは行きたいところではある。そしてそのコログは見逃さない。コログの実、12個目。まずい。うわ、なんか来た。夜明けに間に合うか。実は夜明けに合わせて登山していたんですけど、まずい。ここは妖光が刺す。今刺していいんですけど。この木がどんしたんやろ。赤い布が巻いてあるな。一旦切り倒してみる。コログのうちは。まあ、この木がうんぬんかんぬんって言ってたよね。ちょっと手帳を思い返そうか。おっきな山のおっきな木。思い切って鳥さんに飛んでみたらお腹の中に大事なものが入ってた。お腹の中？北、西、あっちか。なんかいる。だがしかし。鉄壁のガード。うまい。この景色を見るために、マイナス28度の極寒の中、登ってきました。そしてあれが最後の塔か。登ってきてよかったね。あっちに向かって、イグニッション。名探偵コナン。異次元の、スナイパー。そんな飛ばなくてもいいんじゃない？風なぎの盾。ゴミ。いや、めちゃめちゃいいのができた。嘘でしょ。今の岩破壊しただけで、軽く300、いや、1000ルビーは余裕でいってるね。サファイア2つあったんで、この連射速度である。そして、あそこはさすがに、数をまず減らす。白銀にバレてしまう。まずは、弱い方からやっていくのが世界の摂理。弱いものから狩られていく。強くなれ。強く生きろ。オッケー。
そして後ろからツンツンされてしまう。さあ来い、ラッシュを取ろう。槍はラッシュを取ってこそ真骨頂が発揮される。なぜならラッシュの回数がとてつもないから。行くぜ。何発か空振りしているような気がするが、なんと白銀さんでも半分まで減らすことができる。これが槍の真骨頂。ただ槍は盾が使えないのであまり好きではない。両手剣同様、まあ大きな剣から使っていきましょう。リーチ長、リーチ長いというか後ろまで範囲してる。さすが風切り羽の槍。ゴミ。そしてこの下すごい大峡谷やね。なんか脳みそみたいになってるけど、まあどうしよう。ちょっと迂回していくか。お、試練の宝も感知してるよ。やっぱこういう探索が楽しいな。ここの滝の中か。これは覚えているぞ。この現在のスーパー HP。 いや、ここでこそラビオの頭巾でしょう。ラビオの頭巾、横移動が強化される。横移動が速くなる。壁の横移動限定。ここでこそラビオ装備でしょう。世界一ラビオ装備を有効活用する男。いや、有効活用してはいいけど、この後どうしよう。さあ、スタミナは全然問題ない。スタミナの料理すらある。頑張り鉢の蜂蜜の飴ちゃんが。さて、ここまで来たはいいが、どうしよう。どうしよう。結局、ゴリ押しオブザワイルドになっちゃうのかな。大丈夫大丈夫、熱くない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 。オッケー。楽の日じゃねえ、クヒーの祝福。お金。あ、克服の証。さて、ここからはどうして脱出しようか。まあ、無難にアイスメーカーしたいけど、そこはアイスメーカー作れないよね。ってなると、そこにアイスメーカー作ります。そして、こっち行きます。で、この後、ゴリ押しオブザワイルドを少し体験しまして、横に行く。そして、晴れた雪山。綺麗です。はぁ、ここはなかなか落としがいがありそうな、拠点地。拠点地。明日んち。よっ、なんか音が止んだ。タバンタ村跡。ここ、タバンタ村。てか、金色いる。タバンタ村、昔は、村あったのか。君はもう世界一松明が似合わないから、その松明、捨てた方がいいよ。さあ、さっきの襲撃でゲットした。大量のリザルブーメランを利用して寒さダメージお構いなしで戦っていきましょう。うまい。この投擲じゃねえわ、笛を白地中で凍らせて処理をする。そして他の敵にバレない。これが神の見業。神業。そしてお鍋の蓋とお玉を持ってる白銀モリブリ。君も世界一その装備似合ってないから、今すぐ燃やした方がいいよ。なぜか横飛びがさっきから取れない。やべ、チュチュが。おいー、ナイスチュチュ。ナイスチュチュ。いたたたたた。なぜここのリザちゃんたちは、この斧とか、木のモップとかを持ってるんでしょう。それはここが村の跡地だから。すべてのマップが追加されました。やったぜ。さあ、メドウさんのすごいレーザーも見えているね。お、そっちに試練の祠も一つあるでしょ。上から見れる試練の祠、見えるところはすべてチェックして、行けるところは行っていこうか。晴れた雪山、超綺麗。